黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ、イエーイ。わ、嘘、ヘラクレス逃げてる。やべやべ、ヘラクレス逃げてるわ。はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。ヘラクレス脱走しましたよ。びっくりしましたね。まさかあのケースから脱走できるなんて、びっくりです本当に。はあ、まあね、なんとか見つけるには見つけたんですけど、見つけるまで大変でしたね。まあ、その辺はね、ちょっと動画にまとめてますので、まあよかったらまたこの後ね、ご視聴ください。あ、ところでですね、最近ですね、いろんな方のコメントにね、ついて、こんなコメントする方たちと言えばいいのか、おられるんですよ。例えばこのコメント見てください。このコメント。ほら、下に何か URL 付きでわけのわからないね、返信あるでしょ。このコメントを見てほしい。これ。これにもついてるでしょ？ほんで、これとか。これなんて、めちゃくちゃついてる。なんかね、URL 付きのコメントされるんですけど、これは決してですね、そのサイトに行かないようにしてほしいなと思います。うん。行った先でね、ひょっとしたらウイルスが待ち構えてるかもしれない。行った先でパシャーンってね、やられちゃう可能性もあるんでね、くれぐれも、URL クリックはやめてください。あれ多分ね、コンピューターが自動で送ってるやつだと思うんで、うん、無視しちゃってください。できるだけね、早く消してはおるんですけど、なかなか追いつかない感じです。はい、それではね、本編の方スタートです。ヘラクレス、逃げ出しちゃいました。この部屋のどこかに、潜伏してるはず。マジで？今ここはね、産卵セットを置いてる棚になるんですけど、見つからね。マジで？いやー、ちょっと待てよ。ヘラクレスがいない。とりあえず床の方から。これ、コバエシャッターのチューなんですけど、見事に開けて逃走してますね。締めが甘かったのかもしれない。いやー、とりあえず下の方から。ヘラクレス？いやー、嫌な予感するな。ヘラクレス？あ、だいたいこの端っこの方に行くんじゃないかと思うんですよ。お、なんだこれ。なんでボトル落ちてる？ちょっと動かして。いないですね。ここゼリー置いてるとこね。そろそろ買わなきゃいけない。ヘラクレス。産卵セット。低温のやつはね、下に置いてるんですよ。これが、替えのマット。で、木ですね。うん。テント防止用の。あれ？サタンのサンラセット。マジでいねえな。ヘラクレス。河原禁止ブロック。ここに、低温臭一応下の方に置いている。うわぁ、洗い物コーナー。全然見つからね。棚かな。あ、これトゲ子にあげようと思って買ったリンゴ。いやー、オークはそろそろ餌交換だな。うん。やばい、ひよかしちゃう。オークはね、とりあえず、常温飼育がいいんですけど、ちょっとね、ここのとこ暑かったんでね、あれなんですよ。あ、宮浜が、洋室作ってる宮浜。はい。オークワの話でしたね。オークワなんですけど、ちょっとね、温室でぬくぬくとね、育って12月入ったらね、室温に変えちゃおうと思ってたんですけど、これ丸刈りコーナー。あー、いない。ヘラクレスどこ行った？ほんとマジで。産卵系ね。あ、ここブルマイ。禁止作ったやつね。ここはババの産卵セットたちです。いや、マジでいねえぞ。しかし、全然いる気配ねえもんだって。どこ行った？ヘラ。やべえ。こっちか。
こっちの方か？いやー、トゲ子のお部屋。こっちの方でしょうか？見つからない。あ、アリですね、アリちゃん。成虫コーナーにいるのかもしれない。いや、いない。あんだけでかいんだからすぐわかるんだと思うんだけど、いないっすね。こんな部屋なのに見つからないの？はい、こんな感じですね。どうする？あと見てないのは、この上と、あれだよな、ボトルが入ってるこの上の収納棚。ここだろう。よし。とりあえずこっちから。はっ。ああ、危ない。はい、いないですね。ということは、後ろの、ボトルコーナーか？まさかこの部屋から逃げたとか、そういうオチじゃないよね。今ね、見つけたんですよ。あそこだ。おい、ヘラクレス。すげえお前、逃走中。今テレビで逃走中してたけど、お前もかよ。わわわ、ああ、おいおい、ちょっとボトルが、ああ、やばいやばい、ボトル落ちてる。ヘラクレス、ちょっとお前そこで、ああ、何してんのお前。よっしゃ、痛い、ああ、うわ、うわ、ヘラクレス逃走中。マジで？あ、じゃあ、半端ねえ。嘘だお前。お前何の、痛い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 。もうむちゃくちゃだ。おい、ヘラを。ヘラを捕まえられない。もう少しなんだけど。ちょっと待って、足場が悪い。すごいね、ヘラクレス、ほんと逃げ出すパワー。元気いっぱい。よし、捕まえた。よし、取れる、取れた、取れた。バカだ。うわぁ、もうこの部屋片付けないと。片付けねえといけねえ、これ。わ、やばいな、お前。お前、よく逃げたよ、ほんと。はあ、確保しました。軽くひねってあげましょう。いや、見つかってよかったっすよ。びっくりした。マジで。ここ破って出ていっちゃう？ちょっとね、想定外でした。想定外すぎて、びっくりなんだけど。ああ、もう一日デートで食っちゃってますよ。空っぽ。ね、すごい食う。こいつはね、はい。よし、ヘラを、帰還です。ご帰還。でかいお前。いやー、半端なかったっすね。まさかの、家出とはね。びっくりした。でもまあ見つかってよかったっすね。うん。さすがヘラクレス、侮れない。脱走する？この入れ物から？絶対締まり悪かっただろ、これ。よし。なんとかなりました。捕獲完了でございます。やったー！マジ、焦ったー。ああ、ちょっと水分少ない。乾燥してきてるみたいなんでね。ちょっと水を加えておきますか。これですね、ボトルで。本当はね、もうちょっと広い、ブリードルームじゃないな。広い飼育ケースがあればいいんですけど、まあでも、ヘラクレスこの大きさで飼ってるんだから、許してほしいとこですよね。いやー、参った。こんなにちゃんと閉めてたのに。
お騒がせしました。とりあえず動画撮る予定はなかったんですけど、まあなんかとても珍事が起きてしまったので、こんな感じでヘラクレス創作の動画撮っちゃいました。いやー疲れた。よく見つかったな。はーい、じゃあ今日はねこれでお別れです。短い動画になっちゃったかな。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。